鴨神社は、富山県伊水市にある神社である。鴨のご送信車両倉垣草の僧者で、旧社格は合社。一般には、下村鴨神社と呼ばれる。祭神は、玉依姫命、鴨の竹津のみの命、鴨明一の命。社殿では、自略2年に、京都の鴨神社から勧生されたと伝える。漢字4年、白川上皇の直眼により倉掛草が、 古市中国伊水軍に設けられると、昇華が、この鴨神社に置かれた。境内に隣接する鴨遺跡で、鎌倉木の館跡が発掘された。昇育拡大に伴い、伊水軍内各所に鴨神が誕生された。年間50回近くに及ぶ鴨神社の祭事は、昇園維持行事の継承と及び鴨の信仰にまつわる、葵祭りの移入という特徴がある。伊水市加地区。 倉垣小杉地区、柳瀬地区の三地区で祭礼を維持している。主な祭事は次の通り、5月4日に行われるお祭り。ヤブサメが生まったものだが、ヤブサメ以外にも、牛常識という全国でも唯一の神事が行われる。他、いろいろな神事が行われる。神言集。木造不動明王立像、木造阿弥陀如来座像、木造美写門天立像が安置。 カモ本事物の、聖関ゼオ菩薩座像も祀られる。ありがとうございます。